二条河一生の頭の中へようこそ。パーソナリティの二条河です。ちアニメやっと始まるということでですね、待ってたよ本当に。もうどんだけ長かったんだよ本当に。もうずっと好きなんですよね、ちっていう漫画がね。もう終わってるんですけど、完結はしてるんですけど、その完結したちという漫画がですね、今度アニメ化すると。やっとだよ、待ったよ。アニメ化発表からどんだけだったんだよって感じなんですけど、やっとアニメ化するということでですね、ちょっとちについてですね、もう一回語りたいなというふうに思ってですね、今ですね、ちょっと動画を回させていただいております。ちという漫画、皆さんどれくらいの方読んでらっしゃるかわからないんですが、ちょっとこの動画結構ネタバレありでいろいろお話させていただきたいと思います。それでちのですね、ちょっと考察を、最終章の謎の考察をですね、お話しさせていただきたいなというふうに思います。ちという漫画、地動説、天動説、まあ、こういったものをですね、すごく追い求める人たちですね。天動説が主流だったところから、地動説というのがですね、あるんじゃないかということでですね、研究を進めていく人たちのですね、情熱と、地と、そういったようなですね、物語というふうになっております。知性というものと、そして知性を追うために必要なですね、血液が流れる意味での血というものと、それでもですね、地面を追い求める、地動説を追い求めるという意味での血、この3つのですね、血というものがあるんだよというものをですね、動画でもですね、お話しさせていただいたことがあったわけなんですが、ちょっとですね、再度ここら辺をお話ししていきたいなと思います。血という漫画4章構成になっています。4章構成、1章が、ラファウ君というですね、世界なんかちょろいぜっていう風に言ってるですね、すごい、まあなんていうか、まあこう調子乗ってるんだけど超頭いいやつっていうのが出てきて、そのラファウっていう人間がですね、このまま行ったら全然普通に幸せに暮らせるにもかかわらずですね、地動説というものと出会ってしまったためにですね、非常にこう数奇な運命をたどることになってしまうというのがですね、まあ、ラファウ君の物語で、1章でラファウ君は死にます。はい、死んでしまいます。で、2章で出てくるのが、このラファウがですね、残していたものですね、をですね、見たですね、オグジーとですね、バデーニという人物。この2人がですね、まだまだ地動説を追っていくという風になっていきますと。でも、この2人もまあ死ぬんですね。はい。で、3章でですね、やっとですね、それを活版印刷でもってですね、広めようというふうにですね、進めていくわけなんですが、そこでいろんな障害があったり、大変なことになったりとかですね、いろいろ大変になっていくという物語になっていて、まあ、ドゥラカというね、女の子が出てくるわけなんですけど、ドゥラカもまあ、最終的には死んでしまうというふうになってしまいますと。ということで、1章、2章、3章とですね、地動説を追い求めるんだけど、うまくいかなかったっていうのがですね、全部3章あるわけなんですね。で、最終的にですね、4章で出てくるのっていうのがですね、で、この4章っていうのが最終章になってるんですけれど、非常に、なんというかその解釈が分かれるというか、なんだこれっていう4章なんですね。これ最終章というふうに言われてるわけなんですけれど、この最終章が今までとは全然違うと。まず、そもそも、まあこの物語の主人公はまあいるわけなんですけど、その主人公っていうのに、のなんかこう家庭教師として出てくるキャラクターがラファウなんですよ。でどう考えてもおかしいんですよ。なぜならば一章でラファウは死んでるんですよ。でそのじゃあ死んでる生前の姿なのかっていうと、そういうわけでもないんですよね。一章のラファウとはまた全然違うラファウなんですよ。なんかよくわからないんだけど。でこの謎っていうのがまあ解決されないまま、だけどこのラファウの教えっていうものを受けて、その人物っていうものが、まあ、地動説というものにこう、つながっていったんだよというような終わり方をするという物語なんですよね。ただ、4章、マジわけわからんと。なんでこれ、こういう風な終わり方になったんだと。3章まではまだ理解できるけど、なんで4章こうなってんのっていうことが、まあ、地の漫画を読んでいる人たちからもですね、すごくですね、言われることでございますと。で、まあ、僕の中のですね、解釈とかですね、まあ、そういうことっていうのをちょっとお伝えする前に、地という漫画、主人公は誰なのかっていう話をしたいですね。まあ、見てると、なんかラファウっぽいっちゃラファウっぽいんですよね。表紙とかにもいっぱい出てたし、まあ、なんかアニメのポスターとかにもラファウ君がいたので、まあ、ラファウっぽいんですけど、これ、基本的に1章、2章、3章で、みんな1章構成で死んじゃうんですよね。地動説を追い求める人たちっていうのは、みんな死んじゃっていくと。そういう風になった時に、まあ、ラファウがいて、オグジーとバデーニがいて、ドゥラカがいてっていう風に、この人たちみんな死んじゃうんですよね。だけど、一人だけずっと生き残ってる人物がいるんですよ。
それは誰かっていうと、地動説をブロックする側の異端審問の人間でいるノバクという男なんですね。ノバクという男はですね、1章にも2章にも3章にも年齢を重ねていくごとにどんどんですね、存在しているというふうな感じなんですね。で、主人公は僕は地の主人公っていうのはノバクだと思ってます。ノバクが主人公だというふうに思うと、この物語っていうのは非常に分かりやすい。そうで、ノバクはどういう人物かっていうと、何も考えずにとにかく地動説はダメっていう風に、言われたから、上からの命令でそういう風に言われたから、とりあえずぶっ殺しちゃいいやっていう風にしてですね、酒をかっくらいながらですね、人をですねどんどん殺していくという、恐ろしいキャラクターなんですね。で、ただその時にそのノバクって、その1章の段階でラファウっていうのの死を目の当たりにするんですね。ラファウがこのまま、地動説っていうものっていうのを受け入れないで、もう地動説の考え方とか全部捨てるっていう風にしてくれたら、お前は生き残るよっていう風に言ったにもかかわらず、ラファウは自分の自ら死を選ぶと。この時代において、キリスト教がこう、席巻してる世界において、自殺という行為っていうのは、天国にすら行けないという。死んだ後の幸せっていうのすら放棄するという行為なので、本当にこの当時の人たちからしたら理解不能としか言いようがないんですよね。三章のところで、ヨレンタという人物がですね、自殺するシーンがあるんですけれど、それを見たその人たちっていうのが、その異端審問の他の人間たちっていうのが、ヨレンタの自殺を見てどう思うかっていうと、怖いって言うんですよ。恐ろしいって言うんですよ。何が恐ろしいって、あそこまでするのかと。自分の命っていうのとしてそんなことをするなんていう、もう邪教に取り憑かれてるとしか思えないというか、もう正気な沙汰とはもう思えないと。自殺を見る人物の感覚として、別にそのなんていうかな、それが正しいか間違ってるかは一旦置いといたとして、そういう感覚なんですよね。っていうのをノバクは見て、若干ラファウのことを見て、今の自分でいいのかなというふうに思うと。なんだけど、それからノバクっていうのはまだまだずっとそんなことも思いながらも、ちょっとこうオグジーとバデーにもですねぶっ殺しちゃうわけですね、結局。でその時にノバクの娘であるヨレンタっていう人物っていうのが、本当は2章で生き残ってるんだけど、そういう地動説によってですね、殺されたというふうにノバクを思って、もっとより過激にですね、思想になっていくという感じになるわけですね。で3章も、それでノバクっていうのはですね、地動説っていうものをですね認めないというふうに思って戦っていくというふうになっていくわけですね。でなわけでノバクを中心にして考えていくと、この物語っていうのはすごい整理できるというふうな構成になっています。で僕はこの4章の謎っていうのは、ノバクっていう人物が作り出したんじゃないかというふうに思っています。どういうことっていうふうに思うかと思うんですが、これも地の漫画の中で一番の名シーンだと僕思うのが、ノバクの死のシーンなんですよね。ノバクは、死んでしまいます。でそのノバクが死ぬっていうところっていうのは、いろんな過程を経てそういうふうになるわけなんですけど、ノバクはその死ぬ直前に、そっかと、自分って間違ってたのかもしれないなってやっぱすごい思うわけですね。そしてヨレンタが実は生きてて、そして死んだというのを見てですね、本当はそのヨレンタっていうのが地動説っていうのを信じていて、ずっと生きていたということっていうのを、後で理解するという風なシーンになる。死の直前に出して理解するというシーンが出てくるわけですね。でノバクが最後に見る幻覚っていうのがラファウの姿なんですよね。ノバクが、ああもうこれから俺は死ぬんだなっていう風に思ったら、どうもっつってラファウが出てくるんですよね。で、はぁと思って、ああ、じゃあ君はこれ神の使いかねとかっていう風に言ったら、いや、多分あなたが見てる幻覚だと思いますよっていう風に言い出して、お前どうなってんだラファウと思うんですけど、でもそれで、でもラファウはこう言うんですよ。こういう風にね、考えてるわけなんだから、まだあなた生きてるじゃないですかと。なんかできることあるんじゃないですかって言って、消えていくわけですよね。で、そして、じゃあノバクは一番最後に何をしたか。死ぬ直前で一体何をしたのか。祈ったんですね、神に。神に何て祈ったか。私は間違っていたと。私の罪は私の罪だと。ただ娘には何のとかもないんだと。だから娘のことだけは幸せにしてくれと。
娘だけは天国に行かせてやってくんないかというふうに言うと、そしたらそれで祈って死んでいくわけなんですけど、そのノバクの願いを聞き入れたかのように十字架が教会の燃えている教会のところにちょっと現れるっていうシーンがあるんですね。でそれでドゥラカもまあノバクも死んで、ヨレンタも死んで4章になる。でここで皆さんね、これに気づいてる人どれぐらいいるか分かんないんですけど、実は1章と2章と3章ってずっと舞台とあと宗教の名前っていうのがイニシャルで語られてたんですよ。ピーコクシー教という言い方がずっと統一されてたんですよ、地という漫画では。ピーコクシー教で、このピーコクシー教という言い方をしてたのっていうのがそれこそ3章までなんですよ。で3章のところでピーコクシー教という言い方があって、ノバク・ヨレンタがまあ死にました、でノバクが死にましたってなって、4章ではポーランド王国なんですよ。わかります？これね、いきなりなんですよ。実はこれがミスなわけがないんですよ、本当に。だからこれ多分なんですけど、地という物語っていうのは1章から3章までっていうのは多分ノバクっていう人間を主人公にした、フィクションであると。ただそのノバクっていう人間が最後に神に祈って自分の罪はいいと、ただ娘だけは幸せになる世界にしてくれというふうに祈った祈りを聞き入れた神様が4章の世界を作って、これが今の我々の世界と地続きなんじゃないかっていうのが僕のこの4章の謎の解決策です。だからラファウが生きてる。多分ノバクっていうのはこの4章の世界だと出てこないんですけど、多分ノバクはこれ死んでる、ヨレンタは生きてる、ヨレンタは生きてて、ヨレンタは多分どこかで幸せにやってるんだと思いますと。なんだけどノバクは多分いない。でノバクがいないからという理由なのかわからないが、ラファウは非常にこうなんていうか、こうなんて言ったらいいのかな、すごいこう1章のラファウとも3章で出てきたラファウとも若干違う自信満々なキャラクターというか、その地動説っていうものをすごく信じていて、でそれによってもう自分たちっていうのはもう知りたいから追い求めるんだということっていうのを考えている人物として描かれるというふうになってるわけですね。なんていうか、このまあ物語っていうのはきっとノバクっていう人物っていうのが主人公で、ノバクが今のこの現実の世界っていうものにも影響を与えてるというふうな形でこれ作られてるんじゃないかなっていうふうに思います。これがね、どこまでアニメでやるのかね全部アニメでやってくれたら嬉しいんだけどね、こっちとしてはね。なんだけどどこまでやるのかなというふうには思っています。でも本当にこの4章構成っていうのが本当に綺麗だなっていうふうに思う。一人の人間っていうのが扉を開けて、そこからその扉っていうのから入っていって、それを広めようとした人たちっていうのがいたっていう、でいろんなものを信じてる人たちが来るわけですね。本当にこう自分を信じるっていうことをしてる人間もいれば、その星という動かないものっていうものを信じるっていうような人間もいれば、でみんな心のどこかで不安になってると。でもね、僕はあの地という漫画の中で一番好きなセリフはヨレンタがドゥラカに対して言ったセリフで、迷ってと、迷いの中にこそ答えがあるからっていうあのセリフなんですよね。その正解はない、正しいことなんてない、ノバクのやったことが不正解だったのかって言われるとまた難しいところだね。でラファウっていうのが間違ってたのかっていうと分かんない。だけど迷ってる中で答えがあるんじゃないかと、迷ってる中でやはり答え、正解にたどり着くんじゃないかと。この迷いというものがはてなと、なんでだろうっていうふうに思うような感覚だし、そういうようなことっていうのを思ってるからこそこの漫画っていうのは実はすごく完成された物語になってるんじゃないかなと思っています。というわけで、まあ、ちおもろいから見てくれ。アニメの出来はこれからだけど、俺はだけどいや絶対おもろいはずだからさ、ちょっとまだ全然見てないって人も含めて、というかもう見たけどっていう人も含めてもう一回見てもらいたいなというふうに思います。というわけで、西岡一生の頭の中をよろしくお願いします。バイバーイ。